カザフスタン、カザフスタン共和国、カザフスタン共和国、通称カザフスタンは中央アジアの共和制国家である。北をロシア連邦、東に中華人民共和国、南にキルギス、ウズベキスタン、西南をトルクメニスタンとそれぞれ国境を接する内陸国、カスピ海、アラル海に面している。首都はアスタナ、最大都市はアルマトイ。 正式名称は、カザフ語で、コザックスタンリスプブレッカシーカザクスタン、リスプブリカスイ、ロシア語で、レスプーブリカカザフスタンレスプーブリカカザフスタン。公式の英語表記は、通称、日本語の表記は、カザフスタン共和国。通称、カザフスタン。漢字表記は、交差とみか広し。国名は、カザフ人の自称民族名、カザフカザクと、ペルシア語で、 の国の多いところを意味するスタン、エストンスタンの合成語である。スタンに関しては、モンゴル語の部族を意味する、ヤスタンに由来するという意見もある。家族は、旧力語で、独立不帰の者の、放浪の実を意味する。2014年2月6日、ヌルスルタン、ナザルバエフ大統領は、周辺の同じく、スタンを国名に持つ旧ソ連諸国との差別化により、 国際的な認知度をアップさせるため、国名を変更する考えとともに、新たな国名の候補として、カザフエイリ、カザフ語でカザフ人の土地を意味するを挙げたと報じられたが、6月には外相がそのような動きを否定している。古代ギリシアのヘロドトスやらによる歴史書では、伝承ではあるものの、最古のカザフステップに、イッセドネス人や人、 一万族といった所属がいたことを記録している。イッセドネス人は、個人の肉を食す民族であり、アリマスポイ人は一つ目の民族であるという。アリマスポイ人は絶えず近隣の民族を攻撃しており、そのため西隣のイッセドネス人は西へ移動し、その西にいたスキタイ人は西へ移動し、さらに、西、南ロシア草原にいたキンメリア人を追い出すこととなった。 古代ギリシアのヘロドトスによる歴史によれば、もともとアジアの遊牧民であったスキュタイ人がマッサゲ隊に追われてアラクセス川を溶かし、当時のキンメリア地方、現在の南ウクライナに移ったという。アケメネス朝のキュロス2世がヤクサルテス川を越えて中央アジア征服に及んだ際、マッサゲ隊の女王、トミウリスに殺され、征服は失敗に終わった。 古代ローマの地理書には、サカイ、ソグリアノイといった民族が記されている。サカイは、スキュタイと同じ遊牧民族であり、ペルシアの資料では、サカと呼ばれ、アケメネス朝の族民であった。アレクサンドロスの侵入時も、その存在が確認でき、ヤクサルテス川、シルダリアを挟んで退治した。ソグリアノイは、後にシルクロード交易の担い手となる、ソグド人として有名であるが、 この頃は、アケメネス朝やアレクサンドロスの族民として歴史に登場する。紀元前2世紀から4世紀にわたり、中国の歴史書には、皇居や遠彩といった遊牧民族が記されている。皇居ははじめ、東の郷土、南の大月市といった峡国に侵入していたが、1世紀に、なると、栗、翼国、原国、アーラン両国といった諸国を支配下に入れるほど、 強情するイオリ織祭は、西方史料の言うアオールソイに否定されたり、後にアーランと解明したことから、アランに否定されたりするが、記録が少なく、皇居と同族であること以外分かっていない。エッツハンは、モンゴル高原から追われた北京都が行き着いた地で建てた国であり、その場所は皇居の北にあったとされる。言語、宗族は、皇者と同じであり、 周辺民族の中でも清潔であったという。このエツハンが、後のエフタルであるとする説もある。エフタルはその出自が不明で、アルタイ山脈から南下してきたとも、バダフシャンにいたとも言われている。エフタルはインドでは、フーナ、フーナと呼ばれ、ペルシアでは、ヘプタル、ヘプトル、中国では、ダツとも呼ばれ、中央アジアにあってその周辺国に侵入し、戦争を行った。 六世紀、エフタルの国家は、特決とサーサン朝の攻撃にあって滅ぼされ、中央アジア全土は、特決の領土となった。特決は582年に東西に分離し、カザフ草原は、西特決が支配することとなる。西特決は、内紛が相次ぎ、一時は、党の支配下に入って、共にアラブイスラーム勢力と戦うも、七百四十一年には、王族であるアシナ氏が滅び、 その帝国は、それぞれの部族に分散してしまう。9世紀から12世紀にかけては、西特欠の構成民族であった、トゥルギシュ、カルルク、オグズ、キマク、キプチャク、ハザール、ペチェンレグなどが拡挙した。カラハンアサは、トゥルク啓発のイスラーム王朝であり、その母体は、ウイグルとも、カルルクとも言われている。東西の文化が融合したことで、 文化面では大いに発展し、と呼ばれる、アラビア文字を使って記される、トゥルク語の文語が生まれて、ユースフ・フハッス・ハージブの陰文作品、クタドグビリグ、幸福になるための知恵や、マフムルド・アルカーシュガリーのトゥルク書語の語彙を集めた時点、トゥルク書語修正が登場し、トゥルクイスラム文化の先駆けとなった。カラハン・アッサは1041年に東西に分裂し、12世紀初頭には、 ヤリツ大石率いるキッタン軍によって征服され、カラキタイ、清涼の属国となった。カザフ草原の西の大部分は、チュルク系のキップチャクの領土であり、東の大部分は、カラキタイの領土であった。カラキタイは1211年に、内満のクチュルクによって乗っ取られるが、間もなく東の遊牧民族を統一した、チンギスカンのモンゴル軍によって征服され、1236年には、 キプチャクモバト率いるモンゴル生成軍によって征服され、中央ユーラシアの遊牧民キバ民族はすべて、モンゴル帝国の支配下に入ることとなった。モンゴル第二代皇帝エオゴデーが没すると、1242年に、バトはボルガ川下流のサライに遠いて、カザフ草原、当時はキプチャク草原と呼ばれたを中心とする自立政権、ジョチウルスを築い15世紀末。 ジョチウルスの東部、現在のカザフ草原において、ウズベクと呼ばれる遊牧集団からアブルハイルハンが頭角を表し、ウズベクハン国を建国させる。一方で、ケレート、ジャニベクの二人によって引きられた遊牧集団カザフが、ウズベクハン国より分離する。アブルハイルハンの死後、カザフの集団は分裂状態に陥ったウズベクの集団を吸収し、カザフハン国を形成。 アブルハイル藩の孫にあたるムハンマド・シャイバーニー藩によって引き入られたシャイバーニー朝と対立する。カザフ藩国はカーシム藩在位1511年から1518年の時代に合情となり対外戦争を行い周辺国から恐れられた。18世紀になるとカザフ藩国は政治的統一を失い東部の大術、中部の中術、西部の小術、 という三つの部族連合体に分かれて草原に居住するようになる。18世紀初め、ジュンガルが襲来したため、1730年代から1740年代に、小術と中術はロシア帝国に服属を表明し、その参加に入った。1820年代になると、カザフの藩は権威を喪失しており、ロシア帝国による直接統治を受け入れていた。同じ頃、 残る大呪図もロシア帝国の統治を受け入れる。こうしてロシア帝国に組み込まれたカザフ草原はアクモリンスク州、セミパラチンスク州、セミレチエ州、ウラディスク州、トルガイ州、シルダリア州の六州に区分され、その東半分は1891年にステップ総督府の管轄下に置かれた。セミレチエ州は1897年にトルキスタン総督府へ移管。 ロシア革命では、北部は、白軍の支配下に入り、嵐自治国、1917年から1920年、1920年に、南部は、赤軍の支配下に入り、ソビエト連邦の構成下においてが誕生。首都は、オレンブルク、1925年には、カザフジチソビエト社会主義共和国、1925年から1936年、が樹立された。 1929年に首都がアルマトイになる。1936年12月5日に、カザフソビエト社会主義共和国、1936年から1991年に昇格した後、ソビエト連邦の共産党政権のコントロール下に置かれた。領内には、ソ連の核実験の中心地として、セミパラチンスク核実験場が宇宙開発の中心となる。 バイコヌール宇宙基地が作られた。ソビエト連邦崩壊後の1991年12月16日にカザフスタン共和国として独立し、1991年12月21日に独立国家共同体 CIS に加盟した。2006年2月、野党、アク・ジョルの共同議長、アルティンベク・サルセンバイフは、運転手と共にアルマトイで、 射殺隊で発見された。5人の国家保安委員会のメンバーが、サルセンバイフの殺害に関わっているとして逮捕された。バウルチャン・ムハメド・ザノフ内務大臣によると、犯人は1人当たり2万5千ドルを受け取っているゆう。警察官1人も殺人に関わったとして逮捕、されている。カザフスタンでは、反対派のアルマトイ・マイ市長のザマンベック・ヌルカディロフも、射殺隊で発見されている。 2007年8月18日の議会選挙では、与党、ヌル・オタンが、比例代表制による全98議席を獲得、その多9議席を大統領直属の国民評議会が指名するため、与党が107議席を全て独占することとなった。5月には、憲法改正が行われており、改正によって、ナザルバイフ初代大統領に限り、参戦禁止の規定が除外されている。 カザフスタンはユーラシア大陸の中心に位置しており、世界第9位の広大な国土面積、アジアでは中国、インドに次いで第3位を有し、同時に世界最大の内陸国でもある。ただし、国土の大部分はサルイーシコトラウ砂漠やキジルクム砂漠などの砂漠や乾燥したステップで占められている。 地形は大きく三つに分類されており、中国国境やアルタイ山脈を含むカザフ高原、中部のカザフステップ、西部のカスピ海沿岸低地である。西部低地は、ウラル山脈より西側でヨーロッパに属する。国の南部は東西にわたり、砂漠が発達し、アラル海の縮小に表されるように考えが重要な課題である。アラル海東方にはロシアが咀嚼する。 バイコヌール宇宙基地がある。カスピ海にはが突き出しており、マンギスタン州、アクタウは唯一の不登校を要する。カザフスタンは以下の14州、アブリーズに区分されている。政令指定地区バイコヌールは、ロシア連邦がカザフスタンより年間1億1500万ユーエスドルの契約で町全体を咀嚼し、事実上の行政区として扱っている。これは、 同市にあるソ連時代の1955年に建設されたバイコヌール宇宙基地がロシアにとって今なお重要な宇宙開発施設であることに起因する。このためバイコヌールの行政権はロシアが握っており、例えば市長はロシア大統領が推薦し、カザフスタン大統領が承認することで任命される。また、ロシアの法律が適用され、 通貨もカザフスタンの天下ではなくロシアのルーブルが流通している。この咀嚼契約は1994年に合意され2050年まで続く見込みである。カザフスタンの国家元首は直接選挙により選出される任期5年の大統領である。大統領は政府を組閣し、閣僚、最高裁判所長、検事総長、国立銀行総裁を任命し、 国民投票を実施し、非常事態を導入する権限を有する。1992年5月から軍最高司令官であり、同年7月からは国家保安委員会が直属している。1993年12月、最高会議は解散させられ、1995年3月、憲法裁判所は1994年3月実施の選挙が違憲であったとの決定を下した。 その後は、議会不在のままである。建国以来、ヌルオタン、輝く、祖国党が、単独過半数を占めており、事実上の一党独裁体制である。首相は、議会の同意により、大統領が任命する。閣僚は、首相の提案により、大統領が任命する。政府は、大統領の任期満了と共に総辞職し、新大統領により組閣される。 閣僚の70%は人口の約65%を占めるカザフ人。立法府は下院、マジリスト、上院、セナトの任制である。下院は定数107議席。うち98議席が比例代表制による直接選挙で選出され、9議席はカザフスタン民族会議により選出される。カザフスタン民族会議とは、 大統領諮問機関であり、国内にある民族団体おおよそ全部を包括している。議席を得るには7%障壁を超える必要がある。上院は定数47議席。各州、九州と首都の地方議会から2名ずつ選出され、15名は大統領が個人的に任命する。1995年3月には民族間関係を調整する。 カザフスタン民族総会が設置されている。上院が6年、下院が5年に延長された。ソビエト連邦カザフソビエト社会主義、共和国共産党、第一初期、同共和国大統領、それぞれ1989年、1991年に、就任からそのまま1991年12月に、カザフスタン共和国大統領に就任したヌルスルタ。 ナザルバイフ大統領が独立以来一貫して大統領の地位にあり強力なリーダーシップを発揮している。1995年4月に大統領の任期を延長し2000年12月までとしたが同年8月には新憲法草案が国民投票にかけられ圧倒的賛成で可決された。この1995年憲法はカザフスタンを 大統領制国家であると規定し、大統領に大幅な権限を与えた。そして、最高会議を廃止して任意制議会を新設し、1995年12月に議会選挙を実施したが、反対派はほとんどボイコットした。1998年10月に憲法改正が行われたが、大統領の任期は5年から7年に延長され、65歳。 までとされていた候補者の年齢制限が撤廃された。2007年には議会がナザルバイフを終身大統領とする議決を行うが、本人はこれを拒否した。与党、ヌルオタン、輝く祖国。野党、アクジョル、明るい道、カザフスタン共産党。2016年6月5日、アクトベ市内の重宝店や警察施設が攻撃されるテロ事件が発生。 治安部隊との間の銃撃戦で6名が死亡、10名が負傷した。このテロ事件を受け、治安当局はアクトベシのテロの脅威度を赤3段階中最高位に設定した。また、アクトベシを除くカザフスタン全土を木3段階中1番目にした。6月12日、カザフスタン当局はアクトベシのテロの脅威レベルを赤から木に引き下げ、 カザフスタン全土がテロの脅威レベル期となった。8月14日、カザフスタン国家保安委員会はテロの脅威レベル期を2017年1月15日まで延長した。インターネットは2014年時点で国民の70.8%に普及している。マスメディアに関する法律が代わりインターネットはマスメディアと法的に定められた。これにより、 Facebook や Twitter 等の SNS、インターネット掲示板での言動は、新聞、テレビと同等のものとなった。亡命者が政権批判をするブログサイトは国内からアクセス不可であり、政府の点とは異なるニュースチャンネルも規制がかけられている。NGO のフリーダムハウスはカザフスタンを部分的自由と評価を下している。カザフスタンは 旧ソ連軍中央アジア軍管区の部隊を継承した。現在のカザフスタン共和国軍は、一般任務軍、陸軍、防空軍、空軍、国境警備軍の三軍種からなる。大統領は、三軍の最高司令官であり、空中機動部隊及び、空挺部隊、並びに、大統領親衛隊を直轄する。軍政単位としては、南部、西部、東部及び、 中央の4個軍管区が設置されている。一般任務軍は2個、軍、2個、師団、5個旅団からなり46,800人。防空軍は1万9,000人。徴兵制度が存在し、兵役の義務は18歳からの2年間とされている。隣国であり、旧ソ連時代には同じ国であったロシア連邦と共に、ユーラシア連合を提唱して、 ロシアと経済統合を進めて、ユーラシア経済連合を設立するなど政治、経済両面で密接な関係を持つ一方、ロシア語で使われるキリル文字の廃止、口実の言語の功を参照を進めるなど、過度のロシア依存は避けている。ロシア、中華人民共和国、他の中央アジア諸国と共に、上海協力機構、SCOO の創設メンバーであり、また、 トルコ共和国などを含むトュルク評議会のメンバーでもある。欧米諸国や日本を含むアジア諸国とも良好な関係を築いている。中央アジア諸国連合を提唱、さらに2010年の欧州安全保障協力機構の議長国に選出されているなど、積極的に国際機構への参加を図っている。トルコを含むイスラム諸国とロシアのいずれとも緊密な関係にある。 ことから、首都アスタナは、シリア内戦の停戦、和平に関する協議の場となっている。ソ連崩壊後、カザフスタンは、核兵器を放棄した2006年に、中央アジア非核兵器地帯条約を締結。セミパラチンスク核実験場も閉鎖したが、ソ連時代の地上核実験による、放射能汚染や健康被害の代は、依然残っている。 一方でカザフスタンは核燃料であるウランの第三出国でもあるため核兵器開発につながる技術や核テロリズムに使われかねない核物質の拡散防止に積極的である。2017年8月国際原子力機関 IAEA、e、は新興国に原子力発電所用の低濃縮ウランを供給しウラン濃縮技術の拡散を防ぐ核燃料バンクを カザフスタン東部に開設した。1991年12月28日国家承認。日本とは互いに大使館を置き、2006年8月には小泉純一郎首相が、2015年10月には安倍晋三首相が訪問した。1998年、カザフスタン政府によって実施された新種とアスタナの設計についての国際指名コンペにおいて、 日本の建築家、黒川気象案が1位に選ばれ、その都市計画案に基づき開発が続けられている。IMF の統計によると、2013年のカザフスタンの GDP は2、319億ドル、1人当たりの GDP は13,508ドルであり、独立直後の経済状況に比べ、著しい飛躍を遂げている。この経済成長は、 鉱物資源の輸出によるものであり、天然資源依存型である。また、一人当たり GDP が1万ドル以上になり、2008年頃、マレーシアに並ぶ、中心国となった。通貨は天下である。国営企業を数ないガスが中心となって、豊富な石油、天然ガス資源を開発、輸出している。2016年11月、新たにカスピ海のカシャガン油田が、 商業生産を開始した。カザフスタンは鉱物資源に恵まれている。例えば、採掘量が世界第10位以内に達する地下資源が9つも存在する2002年時点。エネルギー資源では石炭とウランが有望。輸出品目も地下資源とその加工品が7割を占める。原油49.4%、鉄鋼12.0%。 同、7.5%という状況である。ただし、ウランは、工場的に生産量が増加しており、特に世界金融危機を経てからは、伸びが著しく、2010年の間には17,803トンウラン、金属ウラン重量トンを算出して、世界一記録した。ウラン採掘を含む、原子力分野では、国営企業カザトムプロムが主要な役割を担っている。 有機鉱物資源では、石炭7218万トン、世界第10位、世界シェア1.9%が優位である。品質が高いため同国で産出する鉄と組み合わせて、鉄鋼を生産している。燃料に向く、低品質のアタン261万トンは少ない。原油3 6 0六万トンの産出量は、世界シェア1.1%に達する。 天然ガスは453000兆ジュールと多くはない。2002年時点における金属鉱物資源の採掘量、世界ランキング、世界シェアは以下の通りである。このほか、非金属鉱物資源として、硫黄210万トン、世界第7位、世界シェア3.6%と、林鉱石1万7000トンを採掘している。 エキバストス第一発電所のような電力事業も工業の参加である。カザフ人は、父兄の羊を大きなアイデンティティとしている。父兄の士族、ルーに貴族を持ち44の主要なルーがある。このルーは、民族の成立以前からあるものもある。結婚後もルーは変わることはない。ソ連時代は、拡張制度であると批判されたが集団化抗議による家畜と殺。 それに伴う膨大なし車、一説には220万人も発生し集団化は見直されるううをもとにし、組織となった。旧ソ連の一部であったカザフスタンの鉄道は 1520mm 後期で、あるために今でも頻繁に国際列車が運行され、ソ連時代からのエレクトリー地下や客車が各国で使用されており、旧ソ連政府の影響により、電化率は高い。 カザフスタンの 1520mm と中国の 1435mm との間で機関変換をするためにカザフスタン鉄道は新型車両としてスペインのタルゴの基幹可変車両を導入ししかし近年カザフスタンでは2006年より標準機 1435mm への改め機や新線建設の計画が進み4年ほどで建設が終わるとされていたが 現在は標準期の計画はすでに挫折している。国土の大部分は砂漠や乾燥したステップで占められており、そのため人が住めるところは少なく、人口の大半は首都と一部の地域に偏在している。2015年の人口は1760万人程度であり、2010年の統計では世界第61位となっている。カザフ人は 高度に発達した遊牧民としての文化があった。8世紀、アラブ人が当時のカザフスタンにあたる地域のカザフ人と交流するようになると、この地はイスラム教の影響を受けるようになる。現在は旧ソ連領中央アジアの中で最も文化的にヨーロッパ化された国と言える。ロシア語話者も多く、イスラム教徒であっても、戒律を厳格に守るものは少ない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。